光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり、切り離すことはできる。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。ついに祝賀なるか。もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨隠れの内戦は終わり。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の祝願がなるよ。お前たちに協力してもらう、そういう約束だったな。分かっている。具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。暁として活動するためメンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そして絶の3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるのでな。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーはお前がやれ。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの祝願でもある。それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、不死として生きる忍び、覚悟、砂の抜け人で傀儡の天才、サソリ。そして最後の一人は俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れる。さあ動け、我らの待望のために。このレベルでは大した金にならないな。むちゃくちゃだね。なんだお前たちは。不死の忍び覚悟、お前を暁へと迎え入れる。暁？本当の平和を作り出すための組織だよ。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入ればいい。随分な物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦うか。それもいいだろう。俺が勝ったらお前を暁に連れて行く。こいつ。来い。Ugh.
前の負けだ。この力一体。俺はこの世を正す神、来い、悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやら事のほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。しけた里だった。素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。次は当たりだといいが。お、風の国に点在する忍び里がたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。あなたの仕業だったのね、赤砂のサソリ。なんだてめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁、聞いたことねえな。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。ずいぶんと上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考える。仕事さえしてくれれば、あとは何をしてもお咎めはない。なるほど、悪い話じゃない。悪い話じゃないが、何をする気。あいにくと自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしている。実力で連れていく。なかなか興味深いな。お前、徹底的に調べてやる。もう一度言う。私たちに力を貸しなさい。熱。負けた俺に選択肢はない。どこにでも連れて行け。思いのほか物分かりがいいわね。他の暁の奴らを見てみたくなっただけだ。お前の術のように今までにない芸術性を感じられるかもしれないからな。そこを期待されても困るけど、あなたが入ると決めたのなら、それでいいわ。こちらもうまくいったようだな。
その後はどうだ。あなたが連れてきたイタチを含め加入した者たちは人中力に関する情報収集と資金稼ぎをさせてるわ。それでいい。で、あんたの方は次のメンバーに目星がついたか。ああ、追加の一人は霧隠れの忍び星垣貴様だ。貴様、あの霧隠れの怪人か。奴には俺の方からコンタクトを取る。そういえばこちらでも気になる情報が入っているのだけど。なんだ。三人の一人オロチマルが暁に探りを入れているらしい。どうする、潰す。オロチマルの行動ルートも手に入れてるけど。その情報源は確かサソリの部下だとか。フェイン、この件はお前とサソリで当たる。接触後の対応は任せる。分かった。俺の知るオロチマルは癖の強い性格だ。そう簡単に奴の情報は流れないはず。おそらく狙いがあるんだ。まずは挨拶した方がいいのかしら。挨拶は不要だ。お前のことはいろいろと調べさせてもらっている。あら、そうなの。お前が暁を探ろうと動いていることも知っている。なるほど、だから私を消しに来たと。でもね、私もあなたのことをよく知っているわよ。赤砂のサソリ、今はそのいびつな傀儡に隠れているけど、あなたの本当の武器は三代目風影のはず。ほう、よく調べたな。風影のことはバラしてなかったんだがな。興味あることはとことん調べる性分なのよ、私は。そう、ここまでは兜がもたらした情報として知っているけれど、まさかあの目が暁にあるとは知らなかった。イタチのシャリンガンだけでなくリンネガンまで。今私が興味あるのは暁。もっともっと調べたい。お前が何に興味を持とう、別にどうでもいい。どの道お前はここで消える運命だしな。それはどうかし、逆に私があなたを捕らえ暁の情報を吸い出すことも考えられる。上等じゃねえか。俺がやる。手を出すんじゃねえぞ。いいだろう。嬉しいわね、その姿で戦ってくれるの。キルコでも別によかったが、お前には完全な敗北を教えてやろうと思ってな。完全な敗北、果たしてそれはどんな味かしら。すぐにわかる。じっくり味わえ。襲撃だ。いや、まだ終わってない。いただくわ、リンデガン。神羅転生。
オロチマル、遊びはもういいだろう。そろそろ本題に移ったらどうだ。そうね、あわよくばとは思ったけど、そう上手にはいかないわね。ではここからが本題。どう、私を暁に入れてみない。こいつ、さっきも言った通り、今の私は暁に興味がある。なら組織に入ってしまうのが一番早い。戦力としては問題ないって分かったでしょ。俺に負けた奴が何を言っている。私が本気で戦ってないこと、実はあなたも感づいていたでしょ。ち、損はさせないわ。私は必ず役に立ってみせる。必ずね。おい、まさか入れるつもりじゃないだろうな。こいつは暁の情報を盗みたいだけだぞ。そんなことしないわ。私は純粋に興味があるだけ。いいだろう、お前を暁に迎え入れよう。いいのか。こういう輩は野放しにするより近くに置いておく方が都合がいい。それに奴も分かっているはずだ。俺がいる以上好き勝手はできない。ねえ、分かってるわ。どうやら下手な真似はできないよね、当分の間は。ならいい、戻るぞ。彼の顔、どこかで見覚えがあると思っていたけど。運命とは面白い。そう思うでしょう、ジライヤ。で、メンバー入りしたオロチマルはどんな人ですか。特に問題はない、おとなしいものだ。さすがのオロチマルもペインに見張られては目立った行動に出られないな。ところでマダラ、先日あなたが連れてきた星垣キサメはイタチと組ませたけど。ああ、それでいい。これから他の奴らも正規のコンビを組ませていく。そのためにも新しいメンバーを呼び込む。次は誰。岩隠れの抜け人レイダラだ。奴を加入させサソリとコンビを組ませる。ゼツ、サソリとイタチ、そしてキサメにレイダラの元へ向かうように伝えろ。了解。暁だ。そんなのオイラには関係ねえ。オイラはアート制作に集中してんだよ。うん、アート。オイラの手で生み出される粘土アートだ。しかもこれは爆発する。その爆発によりその存在を消化させて初めて本来の作品となる。芸術は爆発なのだ。もういい、俺がやろう。やろうって。俺が勝ったらお前を暁へ連れて行く。オイラをアートをなめんじゃねえぞ。うん。挨拶はしまいだ。行くぜ。思ったよりやるじゃねえか。けどな、これで終わりだ。うん。よく自分の姿を見た方がいい。現実、いつの間に。初めからですよ。
イタチさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。でオロチマン、邪神教という新興宗教があってね、魔族に言うカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。一体何の実験ですか。不死の実験よ。不死だと。不死身となった者の名は飛だ。元は湯隠れの忍びだったらしいわ。我々はその飛だを仲間に迎える。オロチマン、カクザ、そしてゼツ、お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけていけ。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではない。カトン・ズコック、ウートン大突破。暁とかそんなのどうでもいいんだよ。ほら、殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は俺の思うままに殺戮し、神へ荷を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと。うるさい。あ、俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけだから、不死の力を確認するために来たんだ。あ、てめえ今おかしなっつったか。真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されに。邪神様、見ててくださいね。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この無神論者が。やっちゃったの。いいえ、生きているようね。いってえな、あったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。
や、つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に家を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたの先達となる者がいる。いろいろためになるんじゃない？俺の？誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さてそろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする？分かったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立ね。あなたを歓迎するわ、ヒダン。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。暁は集った。コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。おのおのの事情を持ち、おのおのが野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの尾獣。苛烈な相手だが、必ず全ての尾獣を集め、我ら暁の大望を実現する。そのための10人。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。